今回はですね、11月下旬の我が家のビオトープの様子、あとメダカの餌やりしつつ、メダカの様子、こんな感じで水生植物とかね、水蓮の様子を見ていきたいと思います。今これ映ってるのが11月14日のビオトープなんですけど、11月20日ですね、そちらの様子をね、メインに見ていきたいと思います。14日もですね、こんな感じでちょっとね、熱帯水蓮が咲いてたので、まあちょっとだけですけどね、撮影してます。この後ね、餌やりの様子は20日の様子を見ていきたいと思います。ミッドナイトじゃなくて、あれはタンザナイトとセントルイスゴールドがね、まだまだ綺麗に咲いています。果たしてね、11月下旬、こっちね、ムーンビームがね、これまだ綺麗に咲いてますね。これめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。このね、11月14日なんで、まあ中旬ぐらいなんですけど、この11月中旬ぐらいまではまだね、綺麗に咲いてました。で、こっからですね、11月の20日ですね。で、こちらからはね、メダカの餌やりしつつ、ビオトープをね、見ていきたいと思います。もうほんとね、11月下旬はね、だいぶ寒くなってきましたね。もう水蓮もね、ほとんど咲かなくなってきて、水生植物も元気なくなってきてますが、ドウベンはまだあんなつぼみがいっぱいありましたね。これ多分ね、今年植え、ムカゴで育てて植え付けたドウベンですね。まあ、あのつぼみはね、多分咲かないと思いますね。で、もうメダカたちもね、こんな感じで餌やってもね、すぐに食べに来ないんですよね。先ほどが今年生まれたオオカの体外光強めの子たちで、ここがオロチですね。もう全然出てきませんね。ただね、この後ね、多分ちょっとすると出てくると思うんですよ。だいぶなんか寒くなって警戒心も上がってきてますね。ここがエメラルドフィンですね。ここはね、なんかね、慣れててね、餌やってもね、すぐ出てきますね。こんな感じで、まだね、食べるには食べるんですけど、そんなね、もうめちゃめちゃ食わず、ゆっくり食べるって感じですね。これ、あげてる時間も多分、何時だろう。お昼近くぐらいだと思います。そうですね、11時半ぐらいですね。なのでまあこの時期はですね、まあ前の動画でも言ってますが、お昼くらいのですね、一番暖かい時間ですね、こちらに餌やりをしてあげて、そうですね、一番暖かい時間帯のメダカがね、一番活性が上がってる時間帯に餌やりとかをね、してあげる方がいいと思います。で、今あげたのがオオカで、ここがめちゃめちゃビビってますが、これがメビナラメですね。で、こっちがサンセット極み竜ですね。サンセット極み竜はね、それなりに出てきて食べてますね。で、こちらがね、ブルーギガンティア、もうこれ、この前のね、事件で引っこ抜けたブルーギガンティア、もうこれは多分もう寒さ的な枯れだと思いますね。なんとか生きてそうですよね、引っこ抜けたけど、おそらく大丈夫そうです。で、サンセット極み竜も、まあ、この子たちはね、結構上の方に出てきてくれてますね。まあこんな感じでですね、我が家ではね、まあ前の動画でも言いましたが、特別ね、まあ、冬対策としてなんか隠れ家を入れたりとかね、柿の葉っぱを入れたりとかをね、せずにね、もうビオトープなんでね、隠れ家はいっぱいありますし、こんな感じで、まあ水草とかね、睡蓮とかいっぱいあるので、もう完全にね、特に手は入れたりせず放置ですね。で、これが9月26生まれの、これがオオカですね。この子たちもね、もうだいぶ大きくなってきましたね。9月末生まれの子たちも多分大丈夫ぐらいなね、サイズになってますね。これが9月12日生まれのオオカですね。これさっきの26日生まれのオオカなんですけど、まあこれぐらいあればね、多分越冬は大丈夫でしょう。我が家はまあ静岡県なんでね、比較的あったかい地域なので、あれぐらいのサイズであればね、多分越冬いけると思います。こちらがね、さっき言ってたメビナラメですね。このメビナラメがね、いろんな色がいてね、綺麗なんですよね。多分前の動画でも紹介してると思うんですけど、いい感じですね。今年生まれのメビナラメたちです。まあ、いろんな色がいてね、綺麗ですね。で、ここのバケツのね、アマゾンフロックピットが、これがね、ちょっと多すぎたので間引いてます。ある程度ね、開放水面がやっぱ欲しいので、メダカですね。あんまこういう風にね、水面、水草が覆っちゃうとですね、まあ、日当たりが悪くなって、でまあメダカのね、泳ぐスペースもなくなっちゃいますし、こう光合成じゃないですねまあメダカがね、日向ぼっこがね、できなくなってしまって、このビタミンをね、作れなくなってしまったりするので、まあこういう時期でもですね、
ある程度水草とか間引いてあげて、こう開放水面をね確保してあげることが大事ですね。まあ、睡蓮にも良くないですし、メダカにもね良くないので、ある程度ね開放水面を広げてあげるってことがね、これからの時期もね大切ですので、その辺のねお手入れはしてあげる方がいいと思います。水草とかねこう睡蓮の葉っぱが生い茂りすぎちゃってたら、まあ、この時期でもねある程度間引いてあげた方がいいと思います。まあ、この時期にあんまね生い茂ることはあんまないかもしれないですけど、逆にね枯れた葉っぱとかそういうのがあった場合は取り除いてあげた方がいいと思いますし、藻とかですねそういうのも結構茂っちゃってたら、取り除いてあげた方がいいと思います。でこっちが緑光のヒレ長ですね。ヒレは伸びてきたんですけど、ラメがちょっとねいまいちって感じですかね。ここがオロチです。でこのサファイアがね全然出てこないですよ。サファイアがねなぜかどこもあんま出てこないですね。サファイアなんか噂には聞くんですけど、臆病なんですかね、あんま出てこないですねこの時期なおさら。でまあそうですね、あとは特別この時期はもう水替えもしないですし、放置ですかね。水替えもしないし、そうだな、まあ餌もねもうこんな感じで1日1回昼間のあったかい時間帯にちょびっと与えるぐらいですね。本当にこれセントルイスゴールドがねまだ咲いてますね、綺麗に。これ11月下旬なんですけど、まだこんな綺麗に咲いてくれるんですよ、熱帯スイレンのセントルイスゴールド。これすごくないですか。で奥にねもう一輪咲いてるんですよね。これね寒さに強いですね、セントルイスゴールドは。まあ、熱帯スイレンだと無花果種が結構寒さに強くて遅くまで咲いてるイメージなんですけど、セントルイスゴールドもねまだこんな11月下旬まで咲いてくれてて、めちゃめちゃ綺麗です。水面に映るセントルイスゴールドもいいですね。この秋の日差しに輝くセントリスゴールドいいですね。本当ねセントリスゴールド花上がりもいいですし、コンパクトに育てられますし、かなりねおすすめですね。でこれ紫式部もねちょっと半開きですね。でこれも9月末生まれの黒龍も、だいぶ大きくなってきたので、まあこんぐらいサイズだったら、まあ、可能ですかね。でここはまあここは多分3色裏目かな、おそらく。でこんな感じで、まあ、水草もねなんか紅葉してきたし、だいぶね、スイレンの葉っぱも枯れてきて寂しくなってきましたね。こっちのねセントルイスゴールドもまだまだね綺麗に咲いてますね。まあそうですね、まあ、こういう枯れた葉っぱとかはねどんどん取っていってあげた方がいいと思います。水悪くしてしまいますのでね、枯れた葉っぱとかもう除去するぐらいですかね、この時期の管理としては。あとはね特にもうそういうことないですね。あとは水が減ってきたら足し水はしてあげた方がいいと思います。そのぐらいですかね。で餌もですね、餌は多分ねまた別の動画でアップすると思います。詳しくは、まあ、まだこの段階ではね普通の、ライズのサンゴをあげてますね我が家では。まあほんのちょびっとですよ。まあこれ見るとちょっとあんまちょびっとじゃないかもしれないですけど、まあ、容器によってですね結構メダカがいて活性が活発なところはそれなりにあげますけど、まあ、あんま出てこないようなところはですねほとんどあげないですね。ちょびっとです、ほんとちょびっとあげるぐらいで管理してます。それもね、まあ、昼間の時間帯にやるぐらいですね。でこちらも、今年の9月中旬生まれぐらいの黒龍ですよね。ここもねだいぶ大きくなりましたよね。結構大きさに差がありますが、まあ、我が家の地域だったら9月下旬ぐらいまでの子はですね、まあ、普通に、屋外管理でもね越冬サイズまで成長できるってことがね、分かりましたね。で水温がですねだいたい18度ぐらいですかね。これはそうですね18度ぐらいですね。ただねこれバケツで日当たりのいいところの水温なんで、水温変化がね多分結構激しいんですよ。多分日中で結構上がってますが、こっちのね多分、大きい容器に入れとくと多分ねもうちょっと低いと思います。水温がねもうちょっと下がってると思います。下がってるっていうかまあ安定してるのでそこまで上がらないしそこまで下がんないみたいな感じですね。やっぱねバケツだと結構温度変化が激しいです。まあそれでもねメダカ丈夫なので全然我が家ではねバケツ越冬は可能です。まあその辺はねただお住まいの地域によってかなり変わるので、まあ自分とこの地域が行けるかっていうのはねちょっとね試してみないと分かんないと思いますので、ぜひね皆さんもチャレンジしてみてください。まあそうすることによってね、まあ、バケツでもいけるのかいけないのかっていうのはねある程度わかると思います。ただね関東より西の平野部とかねそこまで寒くならない地域だったら10リットルぐらいのバケツだったら、いけると思います。あのセリアのね10リットルのバケツだと結構ね深さもあるので、意外と冬場のね寒さ厳しい時は下の方に潜って
まあ越冬するのでね、意外とあれのサイズ、あのバケツだったら10リットルバケツだったらね、結構ねいけるとこはね多いと思います。まあ、ただね水質の安定とかも考えるとやっぱり こんな感じのたらいの方がまあ間違いはないと思います。一番安全ですね。まあこんな感じでね、だいぶ寒くなってきましたね。この寒い中でもねセントルイスゴールドは頑張ってくれてます。このね睡蓮の葉っぱが紅葉してますね。タンザナイトですね、あの赤いやつは。でセントルイスゴールドがまだ綺麗です。こんな感じです。このサンセットキュアミリウムね、この辺も上の方に出てきてますね。これもなかなかいいですね。この秋のセントルイスゴールドとサンセットキュアミリウムの群れですね。まあ、これ選別漏れの子たちなんですけどね、こうやってまとまってみるとね綺麗ですよね。どうですかね、11月下旬秋の睡蓮、なかなかね味があって綺麗ですよね。これもこちらのねサンセットキュアミリウも、まあ、選別漏れなんですけど、選別漏れでもサンセットキュアミリウは十分綺麗ですね。なんかまとまってみるとかなり綺麗です。どうですかね、皆さんとこのメダカとか睡蓮水草の状態とかどんな感じかね、ぜひねまた、コメント等いただけると嬉しいです。でこっちはねジャングルビオトープです。こっちもね水草がねだいぶ元気なくなってきましたね。こんな感じで、ただねやっぱ水中のとこの方がまだ元気かなって感じですね。水上の方はだいぶもう黄色くなってきましたが、なぜかねグリーンロタラの花がねちょこちょこ咲いてますね季節外れのグリーンロタラのお花がねちょっと咲いてます。でこっちはね選別した一群のサンセットキュアミリウですね。これ綺麗ですね、めちゃめちゃ輝いてますね。ほんとねサンセットキュアミリウめちゃめちゃ綺麗です。あ、これまあサンセットキュアミリウのロングフィンなんで、ヒレもね多分ちょっとは伸びてるかな、めちゃめちゃ伸びてるってわけではないですけどちょびっと伸びてる。まあ今年生まれの子なんでもうちょっともう伸びないかなもう伸びないかもしれないですけど、結構ね、綺麗です。そして餌をですねこういつまで与えるかなんですけど、まあこれもね難しいですが、まあ、我が家ね静岡県で結構あったかい地域なので、まあ、12月いっぱいぐらいはねもしかしたら与えるかもしれないですね。ただその与えるのもですね多分12月中旬下旬になってきたら本当もう休日の日中のあったかい時にほんのちょびっと与えるぐらい管理にすると思います。まだ11月下旬と11月上旬はねまだこんな感じで、まあ、昼間のあったかい時間帯にちょこっと与える感じですね毎日で。先ほど言った、まあ、12月下旬とかになってきたら週末だけとかになるかもしれないですね。で水温を見るとやっぱ16度ぐらいですよね。こっちの80リットルたらいを見ると16度ぐらいですね。まあ、このぐらいの水温だったら、まあ、まだ普通にってわけでもないですけど毎日与えてます。で先ほども言ったみたいに、まあ、12月下旬とか、まあ、中旬とかで、まあ、水温15度切ってきて10度切ってくるようになったらもう週末だけとかになると思います。週末の本当日中のあったかい時だけ、天気のいいあったかい時だけやるとかにねどんどん減らしていくと思います。まあ、その辺はねやっぱお住まいの地域の環境とか、暖冬か暖冬じゃないかとかねその辺の気候を見つつ、上げていくのがいいと思います。なので、ね、あくまでも自分の飼育スタイル、お住まいの環境に合った、まあ、餌やり餌切りの、判断をした方がいいと思います。まあ例えばねこの YouTuber さんが言ったとかね、あのネットに書いてあったからもう12月になったら餌やめるとか11月下旬になったらやめるとかっていうとちょっと ね変わってきちゃうので、本当お住まいの地域によって多分ね最適解があると思いますので、一概に何月まで餌やるとか何月になったら餌やめるっていうのはねなしにしてですね、まあ気候とかね、まあメダカの様子、その辺のねメダカの状態とかを見つつ上げていく方がねいいと思います。日中とかねまだ暖かくてですねこんな感じでメダカが出てきて、まあある程度ね活発じゃなくても、まあ、ある程度活動してて餌食べるようだったらほんのちょびっとだけねあげるといいと思います。まあどんな餌をねあげたらいいかっていうのはねまた後日別の動画でアップすると思いますので、その辺はね参考にしてみてください。
まあ、こんな感じでですね、我が家はまだ全然11月下旬でも餌あげてますし、12月上旬の方もね、まだこれからもあげていくと思います。こちらはね、今年生まれの三色ラメですね。胴弁がね、もう開かなくなってきましたね。この辺のね、水草たちもだいぶ元気なくなってきて、ちょっとね、なんか紅葉チックになってきて、またこれはこれで綺麗ですよね。ロタラのロトンディフォリアとかパールグラスとかその辺ですかね。こんな感じです。胴弁がね、もう開かないのがね、ちょっと寂しいですね。そう考えるとね、セントルイスゴールド本当優秀ですね。胴弁とかはね、半開きなんですけどね、このなんかお花が綺麗に咲いてましたこれ何だったっけかな、名前聞いたけどちょっと忘れちゃいましたで、こっちがこれ今年生まれの丘ですね。ここはね、めちゃめちゃ日当たりが良くて、こう水槽飼育で多分水温がね、めちゃめちゃ上がるので、ここはね、まだ餌食いがめちゃめちゃいいです、屋外なのに。まあ、こんな感じでね、本当置き場所とかにもね、よって変わってきますので、日当たりのいいとことかだとこんな感じでやっぱね、結構餌食いはいいので、まあ置き場所にもよりますね。そのなんで、育ててる場所でもこっちの容器はある程度あげて大丈夫、こっちの容器はもうあげない方がいいなとかもね、ありますので、その辺もね、メダカの様子とかね、観察しつつ餌やり、していくのが、いいと思います。本日も、動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね、皆さんいつも、コメントやグッドボタンありがとうございます。紫式部はね、綺麗に咲いてますね。やっぱね、日当たりがいい場所なんで、日当たりがいいとことかだと、まだこんな感じで熱帯スイレンも、綺麗に開いてくれますね。皆さんの方のね、メダカやスイレン、水草どんな感じですかね。ぜひね、コメント、よろしくお願いします。ではまた。